2016年、17年シーズンをもちまして、アジアリーガーとしての現役を退くことといたしました。八戸に戻りまして、7年間日本をハリーベースのユニフォームに袖を通して、戦ってきましたが、本日お集まりの皆様、スポンサー様、地域の方々、そして、チームのフロントスタッフ、そしてチームメイト、家族、自分の環境を取り巻く全ての方々の支えがあって、ここまでプレーしてこれたと思っております。本当にありがとうございました。フリーブレーズとして、3度アジアリーグ王座に輝いたことは、私にとって最高の思い出となっております。今後は、人と地球と車に優しい思いやり株式会社菊池商会で、八戸市の一企業人として新しい生活を歩んでいこうと思っております。今後とも引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。7年間本当にありがとうございました。